今回の動画はいかがだったでしょうか。先日狭い空間に行ける方法として皆さんに紹介した場所で今回も行けさせていただいてます。今回はね、その行けるこの狭い空間に行ける方法ではなくて、行ける順番を皆さんによく見ていただけたらと思いますね。茎の太いものとか、大きい花材ですね、見た目が大きい花材から、まあ、生けていくと、アレンジメントは簡単に作ることができるんですけど、まあ、ただね、その大きい花材に関しても、ちょっと制約があって、アウトラインを構成する大きい花材から生けていくっていうのがセオリーになっています。例えばフォーカルとかね、そのあたり中心部分を構成する、花材とかは先に刺していくと不具合が出ることもありますので、まずアウトラインの大きい画材から刺していく、そして茎の太いもの、茎の硬いものから刺していくっていうのが、ベストな方法です。そしてあとはね、まあ一つこう例外で言うとカラーみたいな茎の柔らかすぎる花材ですね、そういうものは先に刺しとかないと後からだと刺さらなくなってしまいます。なのでそういうものに関しては先に刺していくですけれども、それ以外のものに関しては、まあ、今言ったように大きくてアウトラインを構成する、硬い茎の花材から刺していくとアレンジメントはやりやすいです。なのでフラワー TV も、過去すごくたくさんの、ね、作品がありますので、その花の刺す順番というところを、に着眼して見ていただけると、また新たな、ね、発見があると思いますので、ぜひそのように使ってみてください。では、ね、またね次回お会いしましょう。 See you next time. Thank you.